ワールドダンスターラジオ、アジ。皆さん、こんばんは。ワールド大スター大鳥ここな役の岩見真中です。皆さんこんばんは。同じくワールド大スター静香役の長谷川郁美です。この番組は演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中、そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です。はい、始まりました第72回。72回、びっくりこんなにやってきたんですね。ほんとびっくりだ。今回のタイトルコール、はい、こちらランアンさんからいただきました。出た。まあ、ゴールデンウィークも終わり、うん、五月病の時期ということで無気力な感じでいかがでしょうか、うん、私はわらじを聞いて頑張りますといただいているんですよね。あさみさん、そうなんだよね。やっぱゴールデンウィークっていうのは、うん、なんかやっぱ明けてやっぱやる気がね、うんだよね。出ない。そこのあなたは本当だよね。ぜひ帰り道にケーキ買ってください。こんなに幸せな気持ちになるんですから。本当に日本撮りなんでこれはなんで私たちがケーキを食べてるのかわからない人は前回聞いてないやつだな。なんかこのなんか地続きで、うん、もう食べながらやっちゃいましょうみたいな感じになってやってて、うん、でタイトルコール無気力だったから本当に態度悪い。本当に態度悪すぎるからちゃんと名乗った。そうなんです。ちゃんとハキハキなのでやる気ありますっていう。我々も本当反省ですから。そうそう、姿勢見せないとやっぱりそうですよ。打ち切られちゃうから。やばいですやばいです。この大人気ラジオが、大人気ラジオだからギリギリ大丈夫大人気、みんなのおかげ。大人気だから大丈夫今ありがとうございます。皆様のおかげ で大人気にあぐらかいちゃう。もうダメだからね。そうですね、ダメですから。もう行きますよ皆さん。そうですよ。じゃあよろしくお願いします、はい、これからも末永く、はい、ワールド大スターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ。改めまして岩見真中です。長谷川郁美です。近況ありますか？近況はケーキがうまい、うん、もう近況すぎてますねいやそうですよね、うん、どうですか？いやケーキ美味しい、うん、あと嬉しい。嬉しいね。嬉しい。そうだよ ね、なんかね、年取るとね、うん、そんななんかお祝いってなかなかないかと思ってたんですけど、うんうんうん、逆に年を重ねれば重ねるほど祝っていただけるイメージありません？やっぱお仕事の場所とか。確かに。でもそれだけね、あの、うん、いろんな人と出会ってきたってことじゃないですか。嬉しいですよね。本当に想像できないね、うん、想像できない本当なんか学生時代とか、うん、あね、そうだね、ずっと教室の隅で本読んで、うん、人と関わらないことを、もうもはやもう本当に喋らなすぎて滑舌悪くなっちゃったぐらいで本当筋力落ちるんですよ、ね、あーそっか、喋らないとね。喋らなすぎて、うんうんうん、もうそのぐらいだったのに、うん、なんか今いろんな人と喋るっていうことがやっぱ仕事になるじゃないですか、うんうん、もうびっくりですよね。そうだよね、うんうん、でも今やね、うん、そうですよ。今やもう、今やもうだってみんなの前で不正だって働いてるだしね、おいとか言えるしねねえ、飾らずに ね、いやでもそうやっていられるのもね、受け入れてくれる皆様がいるおかげですよ。本当にありがとうございます。なんかいい話になったねじゃあそんな皆様から来ているみんなの読もうよ、そんな心の広い、うん、3階から天秤役さんですありがとうございますなんか悪性強いの、もうちょっと近くからしてもいいんじゃないかなって思いますけど、長谷美様、真中様、うん、こんばんは。癖強くないですか？なんか様つけるの流行ってんの今こんばんは。どんどん様つけ、あれ、こんばんは、こんばんは。お初にお目にかかります。3階から天秤役と言いますかわいい。出た、この絵、この絵文字最近声優さんを追い始めて、他の作品で長谷美様や真中様を見て調べていく中で、うん、ワールド大スターとわらじを見つけることができたのです。気づいた頃は番組改編の時期だったみたいですが、うん、乗り越えてくれていたおかげで、うん、メールをおかげ遅れてほっとしています。最近じゃないですかね、うん、私は舞台などを何度か見に行ったことがあって、うんうん、演劇を題材にしたアニメを後追いで見ましたが、うん、めっちゃ楽しめました、うん、夢捨てもダウンロードしてみました。
全然音ゲーできません。長谷美様くらいできるようになりたい。メール送るのに慣れてなくて変になってたらごめんなさい。わらじ過去回も見れるようなので、それも後追いしてまたメール送りますね。長谷美様と真中様の掛け合い、少し聞いただけでも面白いので、これからも健康にお気をつけて頑張ってください。でもこれお金のマークついてる。こういうことですか。どうかこれで健康に気をつけていっぱい仕事していっぱい稼げってこと。ちょっとプリン、ちょっと思うね。あんたプリンに憧れてんじゃん。しかもちょうどその時期ってプリン会でしたね。だからみんなプリンに引っ張られてんじゃないの。勉強されちゃダメよ。そうだよ、いいの、あなたはあなたでいて。ちょっとそうプリンをね、ちょっと若干エッセンス入れてる感じはあるのよ。え、でもめちゃくちゃ嬉しかったのが、最近追い始めた、ところに私たちがいられてるのかっていう。本当だね、声優さんを追い始めたこと自体がね、最近そうなんですよ。なんだもんね、嬉しい、嬉しいよ。なんかでも私は好きですよ、なんか面白いし、だって3階から天秤役っていうのは、プリンは絶対思いつかないんで。プリンは思いつかない。プリン天秤役多分知らないんで。今検索してるんですよね。なんだろう。天秤役。そうですよ、本当に。なんか癖のある人たち大好きだから。いいね、確かに、いいですね。嬉しい。でも、これからもね、こっからね、夢してもダウンロードしてくれてるってことなので。いや、どんどん上手くなるよ、やってったら。そうですよ、ね、いっぱいプレイしてください。本当楽曲もね、どんどん増えていってね。そうですよ、プレイするのも本当楽しい、飽きないね。もうなんかそんなにいっぱいあったら、ストーリーもね結構コンスタントに撮ってますよね。撮ってる撮ってる、いっぱい増えてくんで、もうどんどんねやり込んでいただければ嬉しいです。これからよろしくお願いします。はい、もう一通紹介していきます。ラジオネーム花火さんからいただきました。ありがとうございます。ヤミさん、セガさん、こんばんは。こんばんは。私の友人には音ゲージャンキーがいます。ジャンキー、かっこいい。とにかく音ゲーがしたいらしく、新作が出るとどれだけ忙しくとも合間を縫ってプレイする時間を作っています。最近になって友人が夢捨てもプレイしていることを知り、かなりハマっているとのこと。これは苦手だとか言ってらんない、ワールド大スターの話題で盛り上がれるチャンスだ、と決心し、この機を逃さぬよう夢捨てを猛練習しています。ワールド大スターの魅力を広めるため私は戦います。PS、 以前長谷川さんがお話しされていたホラー演劇というジャンルに興味が湧き、早速チケット予約しました。あら、教えて教えて。え、何ですか。公演日はまだ先ですが、今から楽しみです。何を、私も調べたんですけど、何を予約したって言うんだよ。ホラー演劇ですよ。ホラー、いや私呪音見たってやつでしょ。そうですそうですそうです。でも呪音やってんのかな、違うやつかな。私調べたんですけど呪音でとこだから違うやつかもね。呪音とは違う、またホラーの演劇があるのかもね。見たい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 。私もそれ1回しか行ったことないから見たいな。めっちゃ見たいです。最近そういう動画よく見ちゃうんですよ。あ、そうなんだ。はい、YouTube で、怖いやつを。怖いやつ、寄ってくるよ。嫌だ。それは嫌だ。こういうの見てるとね、寄ってきますからね。嫌だ嫌だ。いや、でも戦ってくれてるよ、嬉しいですよ。魅力を広めるためにね。やっぱなんか音ゲーのこ、音ゲーを極めてる人も楽しめる、ように夢捨てはそういう仕様になっているんでね、初心者にも楽しめるし、音ゲーくろうとにもね楽しめるようにできてるので、それぐらい、しかも皆さんの意見もね、いっぱい取り入れて、そうですよ、作ってくれてるんで。そうです、友人がなんかリクエストしたら全部やってくれるかもしれないぐらい、ね、やりますって。そうですよ、すぐ言ってくれるから。そう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 、心配になるぐらい、ね、もう頑張りすぎですよみたいな。言い過ぎ言い過ぎ、やめとけって思うぐらいね言ってくれるから。そう、いや嬉しいな、そうやって音ゲージャンキーがやってくれるっていうのは。ね、ね、でアニメも見てほしいですね。ね、このままね。確かに今放送ね、アニメしてるわけじゃないから、こうやってね、あの一人一人が戦ってくれるの大事よ。そうですよ。広めてお願いね。これからもね、ありがとうございます。ありがとう。で、続いて、モノおじさんからいただきました。ありがとうございます。よいさん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。初投稿です。ありがとうございます。嬉しい。先日人からに行きまして、その際ワールドライスターの曲をたくさん歌ってきました。歌うのが大変な曲ばかりで、歌ってる演者の皆さんの凄さが改めて分かりました。私は魔法のラストノートを歌っている時に見事に喉がやられました。合同音楽公演で踊りながら歌っていたの本当やばいですね。これからもやばい歌声たくさん聞かせてください。確かに、いやこれでも確かに、
マリアちゃんもこの曲大変って言ってたよね、うん、言ってましたね。息継ぎが難しいとか、そうそうそう、セリフもなんか言ってたりしたもんね、うんうん、言ってました言ってました。すごいあれだ、しかも何曲か連続で、うん、そうです。魔法のラストの音が確かフルでしたよね、うん、フルだったっけ、あれフルですよね、そうですよね、そうだから大変だったのよ、うん、そうなんですよね、すっごいかっこよかったですけどね、マリアちゃん本当にマリアちゃんはね、ワールドダイスターぶりを見せてくれましたね、本当に本当に本当に。え、でも難しい曲といえばもう静香ちゃんのイメージがありますけど、まだ出てないものとかそうでもでもあれですもんね、後でね、あれですからね、後であれですから、そうそうそう、後であれですから本当になんかそうな、情報だけ、そうで、はぜみさんで歌がすごいお上手でいらっしゃって、うん、なんか得意で好きでいらっしゃるから、はい、そのはぜみさんが難しかった今回の曲ってほぼ毎回のように、うん、ね、言ってた、ね、本当にやばかった、うん、これはって言ってました。いやもうぜひ歌ってほしいですね。それが何つう曲なのかは、うん、後のインフォメーションを楽しみにしてください。やっとやっと言えるね。やっと言えるよ。はい、ということで、はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。ではここで1曲お届けしたいと思います。5月5日に誕生日を迎えた白丸ミトのイメージソングをお届けします。白丸ミト CV 近藤玲奈で夕焼け色は始まりの色。きっと大丈夫って笑って、あなたと夢を願って、そうやって今私は強くなれたんだよ。続いてお届けするコーナーはこちら、ワールドダイスターへの道。わあ、なんだそのコーナー初めてのコーナーだ。いいですか、説明させていただきます、はい、演劇がテーマとなっているワールドダイスターということで、私たちでいろんな表現にチャレンジしていきます。なんとこのコーナー初めてではございません。4ヶ月くらいやってなかった4ヶ月隔週でもないのに、毎週なのに、はい、でこちらルールがですね、うん、1人が出されたお題を演じて、残り1人がそのお題が何なのか当てます、うん、正解できればご褒美として浅草名物をゲットということなんですけれども、 なんか覚えてる気がする、頭が痛い思い出せそうな気がする。本当に初期にやってたやつですね、うん、で今回は、野明け東京さんの、うん、こちらはボンボンキャラメル。これおしゃれじゃない、かわいい、かわいいよね、かわいい、これね種類が面白いんだよね、いちごに、あ、浅草に本店がある、浅草の本店がある、いちごにフランボワーズとか、ブルーベリーとカルピス。じゃあはぜみさんからやっていってほしいんです。はい、じゃあ私が、うん、目をつぶります。これで合ってるでしょうか。私が演じるお題かなを確認します。あ、初めてぐらい手作り、はいはいはい、もういいですか、そのシリーズね、いいですか、いいよ、で私が演じ方カードを引くと、うん、引くと
もう、はい、選ばない。あ、うわどうだろうな。まあもう直球でやるわ。はいはいはい。これはもう連想してくれ動きから。わかりました。いくよ。じゃあ行きます。お願いします。はい。走ってる走ってる。ダメ。あーマラソン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 じゃない。走って走って走って。あー疲れてきた。疲れてきた。あー違う。疲れてない。疲れてない。あー走った走った。あどれ。あーなんかどうしようかなって感じで。これ以外にやることないな。なんだろう。マラソンじゃなくて持久走じゃなくて。あ、曲がる角には服着たるじゃなくて急がば回れ。やだ、はせみさんどれがいいですか。どうしようかな。何ですか。曲がり角には曲がる角には服着たる。あれ、急がば回るって、ね、急がば回るですよ。急がば回るですか。いざ急がば回れ。回れ。え、曲がるか。あ、曲がる。気づかなかった。曲がる角だ。ハッピーな世界ですよね。曲がる角に服着てたら結構来るね。毎日ハッピー。あーやばいやばい。全然私も気づかなかった。なんかもう語呂が合いすぎてて全然自然だったもん。曲がる角に全員気づいた。気づいてました。気づいてた。気づいてない方いました。気づいてない方。気づいてない方。面白い。まいただきます。何だと思われね。一本ずつ一本ずつ。じゃあこれにします。何かわかんないけど、え、なんか白のやつこれね。あ、そういうことか。あ、私これ気になるの。あ、いいですね。いいですね。いちごにフランボワーズですよ。ブルーベリーとカルピスにしよう。じゃあちょっと次いきましょう。次、はい、じゃあまずお題ね。はい、はい、おー、わかりました、うん、はい、いいですか。はい、どうしたらいいんだろう。じゃあお題を。あ、はい、ミュージカル、きたきたきた。そっか、わかりました。いいでしょうか。自信ありそう。じゃあ、はい、いきますよ。チャレンジスタート。今日は無人島にみんなで行くぞ。無人島。無人島にみんなで行くぞ、うん、はあ、殺人事件が。え、殺人事件だ。え、あ、ヘイハヘイホハンだ。ラララララララ、僕にお任せ。僕にかかれば謎なんて一発だ。この虫眼鏡でなんだって見てあげる。見てたいこれ。見てたいこれ。そう僕は、うん、そう僕は、僕は探偵。え、いけます。名探偵。名探偵。名探偵。じゃあ最初に合ってたんだ。へーへーへー、ほんはん合ってたんだ私は。ボケで言ったつもりだったけど合ってたわ。ふんかどうかっていう、ふんかどうかっていうだけでね。名探偵であることに、うん、名探偵だよ。おい、もう私は小道具をゲットしてたので、うん、これが勝因だったと思います。今時いるんですかね、この虫眼鏡でもう原始的なこのあれれって、うん、あれれ、おかしいぞ、おかしいぞ。あ、やってましたね。やってた、イベントでやってた。イベントでやってた。やった、もう一本。うわ、アブリコ。アブリコ、アブリコ、アブリコってなんだ。アブリコわかんないですけど、アブリコにします。バナナと、バナナ、バナナどれ。ちょ、わかんない。あ、これかな。やったー、バナナとオールスパイス。オールスパイス、これいいですよ。はい、あ、じゃあ私が見る。じゃあ私がこれ。わかんない。あー、はー、いいですか。何かによるぞ。いきますよ。は、じゃあ失礼して。なんだこちら。英語のみ。わかんないよ。英語のみが一番やばいかもしれない。わかんないよ。整ったら教えてください。もう英語考えたってわかんないからね。ちちちちち、いくぞ。はい、じゃあどうぞ。ショッピングモール。うん、ショッピングモール、お店。
ニア。近い。お店に近い。ピーポー。人が。ピーポー。ピーポー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 。めっちゃ混んでる。ピーポーピーポー。あ、ショッピングモールに近い。ピーポー。シッティング。シッティング？お、ピーポー座ってる。座ってる？人は座っている。何かを。愛あ、何かを見てる見てる、あ、映画館、あ、映画館、いや、すごくないすごくないこれ天才じゃないウォッチでも C でもなくそうそう、出てこなかったのよ、見るが見るが全く出てこなかったえ、すごいすごい、そうか、ショッピングモールに、そう、ショッピングモールにゃすごい、でもよくわかりましたね、すごい、これファインプレー、うん、あ、やった、うわ、じゃあ洋梨と蜂蜜、うんうん、なんだろうこれレモンとミルク、おお、いいですね、うん、ラストですか、ってことは私が見ますね、はい、OK です、あーえーすごいぞ、はい、はい、わかりました、わかりました、あ、違う、はい、はい、うん、どう、あ、え、ジェスチャーです、あー、いけぞ、いやー、どうでしょうかあ、でもいけるかもしれないです、はい、じゃあチャレンジスタート、犬だ、犬、待て待て、お手お手、あ、噛まれた、あー飼い犬に手を噛まれる、あーすごいことわざだよ、ことわざなんだ、今一言一句当てたからびっくりしてことわざだよ、マジでことわざ一個も知らないなえ、びっくりしました、こんな綺麗な正解あるのかってこれ、え、飼い犬に手を噛まれるよじゃあ どうしますか、ないとないのことなの、これは真っ黒、真っ黒黒キロキロ、真っ黒キラ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 、確かに、なんだろう、シークレット、お楽しみって感じでシークレットです、これはバラですね、うん、グリオットチェリーとバラ、よくしいただきます、はい、え、すごい、え、今日すごくすごいですね、優秀だった、いやえ、カラカラちゃった全部いただきました、嬉しい、今日のおまけのお供、おまけのお供ですね、これどう食べましょうかね、ねえワクワクしております、ワクワク、はい、ということで時間が来たのでここまでとなります、久々とは思えない優秀さでした、優秀でしたよ、うん、ブランクを感じさせない以上ワールドダイスターへの道でした、ここでワールドダイスターからのお知らせです、うん、昨年11月12日トヨスピットにて開催されたワールドダイスター劇団シリウス主催合同音楽公演 in トヨスピットワナビアスターのブルーエイの発売が決定いたしました、ここで打ち合わせしたのに知らなかった、それはブルーエイなんですか、しかもそうなの、ちょっと、どうしよう、失敗してるとこあるんだけど、私結構夜の分大丈夫ですか夜の分すごいまあそれも生だからね、味味だし、それが収録されてるかはまだ分かんないですね、分かんないですね、それはいい感じになる、直近違うのみたいな感じでしてる可能性もありますけど、いいとこ取りしてる可能性ありますからね、そう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 、いやでもこれ楽しみですね、いや嬉しいですね、ぜひね、来れなかった方もね、いるかもしれないんで、ぜひぜひみんな可愛い衣装着て頑張ってますので、ぜひ見ていただけたら、楽しみ見ていただけたらと思います、今後の続報にぜひご期待いただければと思います、そして夢捨てのボーカルアルバムが続々リリース中です、うん、また我々シリウスのメンバーが歌唱する楽曲を中心に集めたボーカルアルバム第4弾シリウスの輝きのようにが6月26日水曜日にリリースいたします、対象店舗で購入すると劇団ロゴアクリルスタンドが特典としてついてきますので、ぜひご予約ください、次にゲーム情報です、明日から新イベントサイレントリフレクションが開催いたします、うん、簡単にあらすじをご紹介します、ココナが用事で不参加となり、カトリナ、サスガと演劇のワークショップへ行く静香、会場でファンに声をかけられ、ココナのセンスである自分が役者扱いされることに戸惑う、しかしワークショップでの演技はとても楽しくて、静香自身の舞台に対する思いへ迫るイベントとなっております、これマジでいい話です、ね、いい話っていうか、これは見てほしい話ですよ、皆さん、はい、
そしてイベント新楽曲にはいきますよ。皆さん準備はよろしいでしょうか。静か CV 長谷川郁美さんが歌う Wish Upon a Star を追加いたします。やったー、やっとだえ、どうですか。ついに来ました ね。もう早くソロをよこせと、よこせよこせと言ってきましたけれども、このイベントのね、はい、うん、かあの流れで、はい、この楽曲っていうことで、まあ、そう本当にこのイベントの感じ、うんうん、静かのお話の感じに沿った楽曲になってまして、うん、もうとてつもなく難しいびっくりしたびっくり、本当にやばいですね。結構今まであの、うん、この作品関わらず歌を歌ってきましたけど、うん、の中でも屈指の難しさでした。すごい、それはすごいですね。ちょっと覚えるのに時間がもうめちゃめちゃかかるぐらい、結構ねテンポが難しかったりして、これをみんなが音ゲーでやるんだと思うと本当に頑張れっていうことは、皆さんも難しいってことですからね。そうそうそう、だからめっちゃ楽しみにしといてほしい。いや本当、私も早く聞きたいですよ、うん、またね解禁になったこの番組で流した時にまた、うん、確かに ねあったら聞きたいですね、感想なんか、うん、そして、また、先日5月5日日曜日は白丸ミトのお誕生日でした。おめでとうございます。おめでとうございます、白丸さん。はい、ゲームには本日ご紹介したミトの誕生日楽曲夕焼け色は始まりの色も追加されております。こちらもゲームでプレイしてみてください。さらに夢捨て公式ディスコードでは白丸ミトの誕生日お祝いキャンペーンを5月11日土曜日まで開催中です。ディスコード内のチャンネルにミトのフォトを投稿した方から抽選で5名様にミトのサインが必ず入る SP 撮影フィルム白丸ミトをプレゼントいたします。ぜひ一緒にお祝いしましょう。たくさんのご参加お待ちしております。以上ワールドダイスターからのお知らせでした。お送りしてきましたワールドダイスターラジオわらじ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はメールの場合すべて小文字でわらじアットマーク joqr.net waradi@joqr.net まで送ってください。そして番組公式 X が稼働中です。収録後の写真もアップされますのでぜひフォローしてチェックよろしくお願いします。さらにこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますのでお好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールドダイスター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますのでぜひチェックしてください。そして先日の番組イベントで販売した番組グッズは、現在通販サイト A&G ショップにて販売中です。ぜひチェックよろしくお願いします、うん、ということで今回の放送をお送りしてきましたけど、いやもう2週連続ご褒美が、いや最高ですよね。嬉しい、早く食べたい、食べたいね。いやなんか久しぶりにやってみるとめっちゃ盛り上がりますね。まあ前々から盛り上がってたんですけど、本当にね、そうだね、こんなになんかキャーみたいな確かになんか着 OK なそんなじゃあお別れの時間でございます、うん、この時間のお相手はワールドダイスター大鳥ここの役の今見まなかと静香役の長谷川郁美でした。せーのバイバイ。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りしました。ワールドダイスター大鳥ここの役の岩見真中です。静香役の長谷川郁美です。こちらワールドダイスターラジオわらじのおまけコーナーというございます。はい、まずはまずはいただきます。はい、ちょっといただいてみましょうなんかだってさ、キャラメルなんですよ。ボンボンキャラメルって書いてあるけど、ボンボンっていうのは中にお酒が入ってるお菓子とかでよく使われますよね。いや中になんかそういうものが入ってたらボンボンなんですね。なんかお酒だけかと思ってました、うん、ボンボンか、うん、私もずっと気になってボンボンいただきます。いや面白いよね。いただきます。うんあ、あんこみたいなの入ってる。うん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 、おいしい。なんかもっと何がしたいのか先にこれは色的にブルーベリーとカルピス、これはうん
いちごにフランボワーズ。美味しい。うん、美味しい。あんこみたい。うん、なんか私あれかと思ってウイスキーボンボンとかってシューって出てくるじゃないですか、うん、あれかと思って一口でこうやって意外とちゃんと、そう、意外にそう、うん、なんかもしっかり中身が、え、美味しい、うん、うん、ふーん、最高ですね、うん、これを食べながら、うん、ことわざ、私がことわざ知らなすぎ問題っていう、うん結構王道なことわざやってますよね。いや、まだ2個じゃないですか。美味しかったし1個目前、あ、でも前あれじゃないですか、何でしたっけ、教科書に載ってるような話も知らなかったもん、ね、何でしたっけ、あー、でもあれ難しいですって、北風と太陽とかだっけ、いや、それも今言われたってピンとこないそんな、もう一回言われても、急がば回るは知ってた、急がば回れやすって、まあ、もちろんもちろん、うんうんうん、よく言われてきましたから、急がば回れだよって、はい、急がば回れだよってやっぱそっか、せっかちだからね、せっかちだから、せっかちだから、え、あと何があるの、曲がり角にも、間違えそれは教わってないです飼い犬に手も噛まれる、え、こんななんか いじられるコーナーでしたっけ、ここあと何噛まれたんだろう気になるな、え、飼い犬に手を噛まれるはどういう意味ですか、飼い犬に手を噛まれるってだから、その信用してるとかっていう人がなんか 裏切るじゃないけど、あ、そう、そういうこともあるよみたいな、なるほど、うん、だからだい、なんかよくしてきた後輩が裏切ったとかの時とかじゃない、それはひどい裏切りは良くないですよ、ね、テストやってほしいね今度、うん、本当に、じゃあちょっと呼びますか、うん、ショコラさんからいただきました、美味しそう、岩見さん、長谷川さん、こんばんは、こんばんは、これは風呂上がりの出来事です、うん、私は体を拭き頭を乾かそうと洗面台に向かいました、うん、いつもと変わらないルーティーン、しかしその日は違いました、うん、翌日に大事なスピーチを控えていたのです、うん、ドライヤーの轟音が私の聴覚を奪い、周りの情報をシャットアウトします、嫌な想像ばかりが頭を埋め尽くし、気分は落ち込んでいきました、小説か、そうやって考え事をしていたのがいけなかったのでしょうか、うん、ドライヤーが手から滑り落ちたのです、とっさのことだったので、その自由落下を止める術などなく、彼は見事私の足の間に着地しました、あまりの激痛に悶絶し、足の、ごめんなさい、彼は見事、うん、私の足の指に着地しました、うわー、やばい、あまりの激痛に悶絶し、誰もいない洗面所でうずくまりました、うん、指の痛みと一人で何をやっているんだろうという惨めな気持ちからしばらくは立ち上がれませんでした、辛い、自分のせいでしかないのが余計に辛かったです、うんうん、お二人は最近何か失敗したことはありますか悲しみを分かち合いたいですサバンナってサバンナの文に似てる、確かに小説家現る、第二の小説家現る、すごい、なんかこれまとめると、うん、まあ、緊張しながら、うん、ドライヤーしたらドライヤーして指に落ちたっていう、そうってだけの話いいな、色づいてる、やっぱそういうただ単純な話をこうやって小説っぽくドラマチックに書く文才、うん、もうすごいですよ、そうだよ、だってもうね、2、3秒で終われるもん、なん、痛かったです痛かったです二人は最近何か失敗したことはありますか、うん、ありますか、でも正直なった方がいいな、なんだろうな、どんどん忘れてっちゃうんだよね、嫌なこと、失敗か、あります、あります、うん、ありますよ、私もショックでした、何、あれは昨日の夜の話です、うん、あのテレビ台のところに、あのクラウドグラスクラウドグラスっていうものがあるんですけど、うんうん、あの中に水と結晶が入ってて、でそれがこう結晶の動きで、あの天気とか気圧とかが分かるよみたいな置物があるんですね、うんうん、でそれを、まあ、低いテレビ台のとこに置いてたんです、うんうん、で、あの愛病のイトちゃんと遊んでて、うん、でイトちゃんがチョンって触っちゃったんですね、うん、で後ろにパタンって倒れたんですよ、うん、もう落ちてもないのにパタンって倒れたらプリーンって音がして、でもうテレビ台の後ろってもうコンセントなんですけど、うんうん、そこにふわーってこう中身が飛び出し、うん、で
一回停電というか何でしたっけ、あのブレーカーを落ちて、あ、うん、パンって落ちて、大事だで、え、なになにみたいな、でパリンって言ったから、うん、とりあえず井戸ちゃんを抱え上げて、うん、で別の部屋に移し、でそこから片付け作業が始まったわけですけども、うん、すごい大変です。それはやばいね、それは本当に一点、うん、もう一点なんですよ、うん、今まで私が和やかに生活していたのに、うんうんうん、ただ一つ、そうだよ、ね、パリン倒れただけなんですよ、誰でも生活一点です、うん、もうそこが安全になるまで糸ちゃんには別の部屋で過ごしてもらって、うんうん、で私も糸ちゃんと一緒に過ごしたいから別の部屋で床で寝てで本当に、匂いが取れなくて、なんか、まあ、実際調べてみたら、うん、その割と身近にあるような成分ではあるらしいんですけど、でもやっぱ動物がね、舐めちゃったりとかして危ないじゃないですか、うん、 だね、だからもうしかもブルーレイとかにも全部かかっちゃって、うわー、最悪で、コンセントのあるじゃないですか、まとめてるコンセントとか何回かさせるやつ、うん、あれあれあれです、うんうん、あれです、うんうんうん、あれあれです、あれの中に全部液体が入っちゃったね、いやー、イエー、あれは捨てました、いやそうだね、もうあれね、あれです、うん、あれは捨てて、であとはもう何重にも拭き、何重にも水拭きをし、今乾かしているとこです、今家、うわ大変だね本当に、だから私なんでそこに置いてたのみたいな、うん、もうこれだけで世界は一変するよみたいな、うん、もう失敗でした、それはだいぶ来る失敗だね、もうすっごい落ち込んだし、うん、やっぱなんかここなら割れないと思ったんですよ、めちゃくちゃ低い台だから、うんうんうん、でもダメなんですよね、やっぱ恐れのあるものをね、うん、置いてはいけなかったなって、確かにね、反省もありつつ、それは結構来るな、うん、そうなんですよ、だから、うん、今リビング使ってないですこれに比べたらドライヤーは大したことない、いやでもそんなことない、ドライヤーが落ちて指がポキってなっちゃうこともある、なってないけどなっちゃうこともあるから、そうですよ、失敗、うん、悲しかったことはあるよ、あ、なんですか、なんですか、なんか食いつくのも違ってるそんなあれの話、もう簡単な話ですけど、うん、カフェ入ってさ、うん、なんか飲んでたの、カフェラテとかふんって飲んでたら、うん、横に男女が座ってたのね、うん、でなんかちょっと話気になって聞いてたの、うんうん、で別にカップルとかじゃない、うんうん、で割とこう初対面ぐらいの感じだったの、へー、でなんか男の子の方は結構おとなしい感じの男の子だったの、すごく、で女の子の方はもうなんか感じの女の子、喋り方がね、そう、自信に満ち溢れた感じの喋り方して、うん、で内容もそうで、なんか、うん、私はもうこういう自分がこうなりたいって思う人になるためにいろいろやってきたみたいな、おー、すごい、努力してきたみたいなこと言ってんの、うん、自分で、うん、でなんか、え、なんか目標とかあるのって男の子に聞くの、うん、男の子が、あ、でも仕事とかだったらなんかまあどうなんとかかんとかになりたいみたいな、うん、あの目標はありますねって言って、ちょっとすかさずこの女の子が、え、それを達成するために何をやってるのっていうの、もう私横で聞いてなんか自分もなんか言われてるみたいな、なんかえ、いや、すいませんいや分かってるんですけどみたいな、なんかいやこうなりたいのはあるんですけど、でもそのやるにはなんかね、やっぱ意志が弱いのかな、なんかあーとか思いながら、なんか自分が言われてるわけじゃないのに、もう面接会場だったんですよ、ぐさぐさやられて、もうなんか横でハラハラもするし、なんか悲しくもなるしみたいな、すごいすごい2人だ、なんどうやって出会った2人なんだこの2人って思いながら、そう、でも今マッチングアプリとかもありますからね、いやだからそれかなと思ったんだよね、そうでもね、褒めもするのよその人は一応、でも私はすごくこうやって話してて楽しいって思うよって、うん、でもやっぱ表情が変わらないじゃん、ちょっと笑ってみてっていうの、やめてよ、そう、もっと笑って話せるようになったらもっとみんななんかもう一回会いたいなとか思うと思うよ、それマッチングアプリじゃない、絶対マッチングアプリでも私はさ横でさあのその男の子は、うん、いやでも普段あんまりやっぱり女性と話すこともそんなにないので、うん、結構緊張してるんですみたいなこと言ってたのね、可愛、うん、いじゃん、だからすごい言ってるけど、はい、でも私は彼がまずこのマッチングアプリか分かんないけど、うん、この今1対1で会うというこの状況まで来れたことに私は拍手を送りたい、うん、確かにそう、うん、なんかそんな言わないでよみたいな、今一歩踏み出してるんだからって、横で私は頔張れ頑張れって , 笑い、そうそうでも表情はね、でも分かります、私も本当に表情が動かない時期あったんで、うん、私も分かるよそれ、すごく分かるな、ね、めっちゃ分かるな、すごい私もねぐさぐさやられた気持ちになってな、でもその女性もすごい善意でしかないんでしょうね、うん、もうそれはもう、そうだと思う、努力した人だしね、しかもこの女性は、うん、
自分で言えるっていうぐらい努力しててすごいことですね。うそうですよね。そうそうそう、一瞬待って付き合ったらいいのになってなりますね。なんかバランス良さそうじゃないですか。なんかハキハキやってくれる人と、うんうんうん、確かになんかついていきたいな。責められてるように見えるけど、うん、男性側もねもしかしたらすごくそうやって言ってもらえることが嬉しいかもしれないからね、うんうん、そうですよね。そうそうそう、面白い。面白かった面白かったすごかった。あんななんかそのために何やってるのよかったな面接ぐらいしか聞かないようなこれ友達に話したら婚活のアドバイザーかなんかの可能性もないって確かに言われて、確かにそれぐらいの感じだったのかもしれない。そうちょっと真相は分かりませんけど、うん、頑張れあの時の君。頑張れ、応援しております。私も頑張る、どんな君もはい、ありがとうございます、はい、じゃあバイ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 。